衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本がアジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲塔のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で打ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を打ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに日本以外でもアメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では昨年2022年末に海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は第一段階の小口径であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの二つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になると見ており、その特性を活かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750mほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300m弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。
個人的にはいかにレールガンの弾丸が高所速とはいえ飛来する敵のミサイルを迎撃するためには弾丸自体は未誘導であると思われるため敵ミサイルの軌道をいかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は今後ますます高速化が予期される極超音速兵器をいかに捕捉するのか等しレーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高所速を生かした昇降系ながら比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題個人的には若干の違和感を感じていた。しかしこれは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究過程を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに倣ったものであると推察することができる。このレールガンの研究過程を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能に電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点はこれまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ長射程高威力を実現させる。これがレールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても極超音速に到達する速度で弾丸を発射可能で、かつ電力の調整でその性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなればガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が出だしから高い出力を発揮できることを想起させる。また通電させる電気の量を調整することで弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは口径 40mm、 全長約 6m、 重量約6トンの砲自体から全長約 160mm、 重量約 320g の弾丸を総エネルギー 5MJ で 8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。 40mm という口径は現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が主として 76mm や 155mm であることに比すれば、まさに艦砲というより機関砲に近い小口径であり、
効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものがどの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。最新鋭対艇型潜水艦が続々就役で、世界一の潜水艦技術と潜水艦の戦術を持つ非凡ですが、今回はまたまた先行進路や最新鋭技術について詳しく深掘りしていきます。次世代エンジンが開発されているのはご存知でしょうか。原子力ではなく新たなエンジンの動向にも注視していますが、日本の潜水艦に搭載されるのはまだ先になるのでしょう。音が出なくてってなると、リチウムイオン電池が今のところ最強でしょう。先行進路は900メートルが理想でしょうが、どうなんでしょうか。2022年3月、無事に、就役の日を迎えた大芸。漢字では、大クジラと書きます。この艦が就役したことによって、長い間、海上自衛隊が目指してきた潜水艦22隻体制が完成したことになります。2017年、平成29年から建造が始まった大芸型は、通常動力潜水艦としては、世界トップレベルの潜航能力を備えています。鉛蓄電池より、多くの電力がもと早く満ちる放電できるだけでなく、水素ガスも発生しないリチウムイオン蓄電池の特性を最大限発揮できるような設計が大きなポイントと言えましょう。潜水艦の航行方法は、ディーゼルエンジンで発電、充電した電気でモーターを動かし、プロペラを回して推進します。潜航しながら充電するためには、スノーケルという給排気装置を海面上に突き出し、外気を取り入れながらディーゼルエンジンで航行することになりますが、大芸型4番艦からは、先行しながらでも蓄電池を充電できる新型スノーケル発電システムを採用したので、これまで以上に効率的に潜水艦の充電ができるようになりました。日本近海では、今、アメリカ陣営と中国陣営による合同演習などの活動が活発化しています。アメリカ陣営には、イギリスやオランダなどの軍艦が、中国陣営には、ロシアの軍艦が参加しています。これらの艦艇は、目に見える作戦で相手を威嚇する効果があるでしょう。しかし、戦闘機がステルス性能を高めているのと同様、海洋作戦でも重要なのは見えない行動です。海洋国家日本では、潜水艦の能力が防衛力の鍵を握ると言ってもいいでしょう。確かに、潜水艦は超音速ミサイルや戦闘機などと比べて目立たない存在ですが、日本製は、世界一の能力を持っていると定評があるのです。2021年9月、アメリカ、イギリス、オーストラリアは、新しい安全保障の枠組み、オーカスを創設すると発表しました。同時に、アメリカ、イギリスは、オーストラリアに、原子力潜水艦の建造技術を供与すると決定したので、オーストラリアは、フランスとのディーゼル潜水艦開発契約を破棄したのです。オーストラリアがフランスの潜水艦開発を中止した理由は以下3点と思われます。一つは、建造計画が大幅に遅れている。二つ目は、選定後5年間でアメリカと中国の関係が悪化した一方、フランスはこの2国間で独自路線を取ろうとして、アメリカ陣営から距離を置いている。
三つ目が太平洋を知らないフランスの潜水艦での防衛に不安が出たことと見られます。潜水艦の評価ポイントは、秘匿航行能力、探知能力、攻撃力の3つとされています。2016年、平成28年、日本はオーストラリアへの潜水艦売却交渉でフランスと競いましたが、負けました。影には中国の横やりがあったと囁かれているようです。日本の潜水艦は、非対機依存推進機関を搭載しているので、エンジン駆動で蓄えた電気で航行できます。リチウム蓄電池の性能が向上したので、静粛航行時間も大幅に伸びました。航行可能深度は500メートルとされます。アメリカの原潜以外の世界のほとんどの潜水艦は400メートル以下が限界なので、その真下を航行できるというわけです。ちなみに、アメリカやイギリスの原潜は、艦内で酸素が生成できるので、航続距離は非常に長いのですが、蒸気でタービンを回し続けるので、騒音が出ます。つまり、静粛性では日本より劣るということです。探知能力は、潜水艦の装備と艦外の味方からの情報を、高性能コンピュータでスピーディに統合管理しています。ソナーは、潜水車の酸素ボンベを使った呼吸音のレベルまで見分けるすごい能力を持っていますし、レーダーは、潜水艦配備と衛星、対潜哨戒機の双方の監視をコンピュータで統合運用しています。これに、日本、アメリカ合同演習で培ってきたアメリカのレーダー網からの情報が加わるので、日本海側全般、太平洋側では、中国が第二列島線とする範囲、サイパンやパラオ、グアムまでを含むを探ることも可能と言われているのです。攻撃能力ですが、魚雷の推進速度と距離に関しては、終戦直後の一時期を除けば、第二次、世界大戦時から世界最高クラスを維持し続けています。また、タイゲイ型は、潜水艦上部から海上に向けて打ち上げるミサイルも搭載可能なので、魚雷と併用すれば、水中と空中の両方から攻撃できることになります。ある雑誌に防衛タブー紙の付けか、消えゆく企業という特集記事が掲載されました。内容は、防衛に携わる企業が苦境に陥っているというものです。もっと重要なのは、すでに消えてしまった組織で、カーボンニュートラル目標達成のためにも、早急に復活させるべきと思われるものがあるということでした。それは、大学研究機関の原子力関連機器研究です。日本でも、小型原子炉の導入議論が高まりつつあるのですが、原子力関連機器研究をしているのは、基本的に企業だけになってしまったので、技術開発の裾野が狭くなり、ヨーロッパやアメリカに実例を見に行っているのです。技術立国、日本としては、信じがたい現実に直面しているという結論でした。でも、こういった、大学や国立の教育施設の研究関連の補助金を減らしたのは政府ですよね。日本の技術をより進歩させれば、原潜特有の駆動音を静粛化できるかもしれないし、製造技術ならば、ワイオミング州で建設が始まるアメリカ製の小型原子炉以上に安全性の高いものが作れるかもしれないという人もいます。しかし、すでに消えてしまった研究組織を復活させなければ、話は始まらないということです。さて、もう一点、日本の強みは技術力だけではありません。これまで培ってきた、熟練した乗組員や地形などを熟知することも含めた運用ノウハウもあるのです。10月23日、中国とロシア軍艦10隻が、津軽海峡から太平洋に出て大隅海峡を通って東シナ海に入りました。両海峡の航海部分を通過した形になります。これは、安保の専門家が日本領海に開いた穴として問題視する場所ですが、アメリカの各搭載艦船が非核三原則を持つ日本を通るための抜け穴でもあり、中国が第一列島線アリューシャン列島から、日本、台湾、フィリピンを結ぶ線を越えて太平洋に出るための穴でもあるのです。日本にとっては、正反対の重要場所とも思われます。
この中国、ロシアの航行について自衛隊が取得した情報によると潜水艦はいなかったようです。というのは、津軽海峡では潜水艦も浮上して航行しなければならないからです。この海峡は入り口の両岸距離が狭く 19km、深度は青函トンネル最深部の真上で 140m、しかも日本列島特有の凹凸が多数あって、航海部分は太平洋側付近で40度ほど右折していると言います。なので、潜水艦が先行したまま通過するとしたら、低スピードでジグザグ航行しなければならないのですが、航海部分からはみ出て、日本の領海を侵犯してしまうことになります。それを避けるために、津軽海峡を通過するときには、潜水艦も浮上しなければならないのです。航海部分を津軽海峡に設けたことを批判する人の意見は、海峡のすべてを領海にして、通過希望の船舶には、無害通行権を与えればいいというものです。ところが、仮に、外国軍艦が、調査活動などを理由に通行申請してきた場合、日本がノーと返答するのは難しくなります。その場合、潜水艦は、津軽海峡を先行したまま堂々と通過できてしまうのです。日本が、津軽と大隅の両海峡に公海を設置したのは、地形などを熟知し、また、第二次、世界大戦前から潜水艦運用能力を培ってきたことによる判断と思われます。見えない行動をする能力と、されることへの抑止力は、いわば表裏一体です。自分、領土、技術、人材を知って初めて実現できるものですから、両海峡の例は、その典型と言えましょう。日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でもかなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主管になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、
イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張りは、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字は、デビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら、即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも高圧タービンは低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから具体的温度はわからない。でも EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力 30% 割増し。当然バックにはハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。 1550°C という温度は1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょう。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側にいい情報を流すけど、軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期戦闘機用エンジンシステムその1で、契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は、同じくその2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり IHI、契約金額は164億円です。これが次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールス・ロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外にどの企業がIHI が設計したエンジンを製造すると言うんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で摂氏 1800°C 以上を叩き出したんだけど、 EJ200 戦闘機のは摂氏 1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けもそれぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールス・ロイス社は自前のエンジンをつけられるならやっぱりつけたいでしょうね。となったら日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って今は一体何度なんだ？ロールス・ロイス社は
旅客機用のトレントエンジンでも爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として、日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なんですかね。イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、XF9K 以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だってドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期、戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールス・ロイス社が作ったものだった。要するに、ロールス・ロイス社が、自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールス・ロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は。日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。海上自衛隊の新型護衛艦もが、2型護衛艦の建造がハイペースで進められており、6番艦のアガノが進水し偽装中とのこと。日本の海を守る護衛艦が、毎年2隻ずつ就役していきます。今回は、この護衛艦の最新型である秘密について見てみましょう。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊の新型護衛艦、もが、2型の建造がハイペースで進められ、2022年3月に、2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、そして、年末の12月に、3番艦の城が就役を果たし、日本の海を守る一員に加わりました。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の三隈、年末の12月に、
5番艦の矢作が就役を迎える計画となっており、6番艦の阿賀野が2024年3月に就役を迎える予定で、矢作と阿賀野は三菱重工業者中崎造船所において現在浸水し偽装中です。最上型護衛艦は1年で2隻ずつが継続して増加していく状況となっています。当初22隻の建造が見込まれており、就役から40年間の運用が想定されていましたが、防衛省は新型の FFM の建造は12隻と公表しています。ちなみに、もが、三型護衛艦の名前には、日本国内の河川の名前が使用されています。もが、三型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という、新たな艦種記号を冠されているが、これには、艦艇の規模を示す、フリゲート艦の意味と、多用途嫌いを指し示す意味があると解釈されています。FF は、フリゲート艦を意味し、艦艇の大きさは、駆逐艦よりはやや小さく、コルベットより大きい航洋護衛艦を指し、対潜、防空能力を有しており、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が主な任務です。そして、機電のマインと多機能性を意味するマルチパーパスの頭文字 M を合わせた新たな艦種記号で、これまでの対潜、対空、対艦における任務以外に機雷機能が導入されました。これまで掃海艦艇が行ってきた対機雷戦能力まで任務するということです。海上自衛隊では、これまで護衛艦の位置づけを諸外国海軍における駆逐艦デストロイヤーと同様にしてきました。そして、海上自衛隊では汎用駆逐艦からヘリ空母と呼ばれるような大型の艦艇までもまとめて護衛艦と呼んでいます。海上自衛隊の艦種記号には数種類あり、例えば混合型護衛艦のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージスシステムを搭載したイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッドミサイルの G をつけて DDG としています。そして、出雲、片や、ヒューが、型護衛艦のように、広大な全通飛行甲板を有し、ヘリコプターを運用する能力を備えている護衛艦には、ヘリコプター搭載護衛艦、ヘリコプタールの H をつけて DDH としています。また、秋月型護衛艦や村雨型護衛艦などの汎用型護衛艦 DD よりやや小ぶりで、近海、沿岸海域の防備を担って活動している、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて DE という艦種記号がついています。近年、海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となります。最上型護衛艦、FFM は、2013年12月に公開された25大綱によって、新型護衛艦の構想が明らかになりました。こうした新型護衛艦の建造は、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替え、増強を図ることを目的としながら、また、中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、今後、海上自衛隊は、ますます激しさを増すことが予想され、南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化することが求められ、FFM という新艦種の三型が計画されたのでしょう。設計当初、MOGA、三型護衛艦の船体は、多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。しかし、2015年の研究開発の時点では3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。最上型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ9.0m の規模を誇り、世界的なフリゲート艦としても、大柄な艦となっています。
目下見型護衛艦の機関方式は、海上自衛隊の護衛艦として、初めて、ガスタービンとディーゼルを併用した複合ノドタグを採用し、通常時は、ディーゼル、加速時や高速時は、ガスタービンを併用しています。ガスタービンエンジンは、ロールスロイス社の MT30 を1機、ディーゼルエンジンは、MAN 社の 12V283-3D を2機搭載しており、軸出力は7万馬力を発揮し、速力30ノットで航行します。また、モガ、身型護衛艦は、従来の艦艇に比べ、大幅にステルス性を考慮した設計になっており、レーダー反射弾面積 RCS の低減を意識して、主船体や上部構造に傾斜角がついており、全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びています。さらに、上甲板の配置は、従来の艦船にある魚雷発射管やミサイルなど、電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は、上甲板に設けられていた暴露部の通路が廃止されています。このように、モガ、身型護衛艦は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の高い形状となり、船体のカラーも、低したたみ姿勢を重視した灰色でレーダーに映りにくく、徹底的にステルス対策された護衛艦となっています。日本周辺のモガ身型護衛艦と同規模の艦艇を見てみると、中国海軍の054A型と呼ばれている航海2型、ジャンカイ型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲート、22350型フリゲートがあります。2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラルゴルシコフ級フリゲートのネームシップである1番艦のアドミラルゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられました。この極超音速兵器のツィルコンについて、ロシアは射程距離で 1000km 以上、飛翔距離はマッハ9以上のために迎撃は困難であると主張しています。ロシアのプーチン大統領は、アドミラルゴルシコフが極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行することで、ウクライナ戦争で対立しているアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して牽制する狙いがあったと思われます。ツィルコンを搭載したアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が135メートル、全幅が16メートルの規模でありもが身型護衛艦と大きさの違いはほとんどありません。しかし、海上自衛隊のもが、身型護衛艦とロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲートの大きな違いは、その主兵装で、前者が、最大で、VLS 垂直発射艦を16セル搭載可能で、後者は、倍の32セルを装備しているということです。目下、身型護衛艦は、兵装の面から見ても、その特徴は、水上戦闘艦として重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、不設の能力を付与された多用途艦であるというところでしょう。そのバランスの取れた兵装について、フェスが、対空兵器としては、シーラム近接防空ミサイルシステムが1機、62口径5インチ砲、127mm 単装砲、1機が搭載されています。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われます。そして、対艦兵器として、1式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発、運用されている1式艦対艦誘導弾 SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、さらに、日本の海上自衛隊で調達、運用されている遠隔操作式の無人重火砲塔 RWS の水上艦艇用機関銃火遠隔操作型の 12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しています。対戦兵器としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。このように、多くの任務をこなせる、モガ身型護衛艦ですが、乗員は、わずか90名と少なく、毎級とされる、アブクマ型護衛艦の乗員は、120名で、モガ、身型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、
約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに消費と化が図られており、消費と化に伴って目下三型ではクルー製の導入が予定されています。これはもが三型護衛艦3隻に対して4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は残り1組に休養を取らせるという交代制のシステムで、定期検査や修理などに対応しながら稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されるというわけです。今後少子高齢化傾向はますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても必要数を充足させることは容易ではなく、そういったことを見越し消費と化を実現した初の護衛艦となっています。もっか三型護衛艦の今後、建造される艦のすべての偽装が同じ時期になるように計画されており、これは海上自衛隊でも初の試みだということです。木原防衛大臣がトマホーク1年前倒しで導入を発表し、国産のトマホークとも言われる一二式精密誘導弾改めも1年前倒しで検討との情報をキャッチしました。今回は攻撃能力獲得で変化する自衛隊を詳しく深掘りしていきます。トマホーク1年前倒しでアメリカも本気ということが理解でき、日本もようやくというか遅いくらいに急ピッチに配備されています。台湾情勢との関連で、日本の防衛力向上は、中国も慌てるほどのスピードで進んでいます。トマホークはすでにあるのでは。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度を目途に実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆した。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく導入の早期化が求められている。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていた。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているが、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだ。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦対艦、艦対地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイル等よりは格段に長射程である。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば、迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判も高めにする。そうした意見も一理あることは、完全には否定はできないが、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側は、それらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られる。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば、自軍の艦艇や地上の設備に損害が生じる可能性があると思わせることで、
実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待される。ただし、欲を言えば不幸にして、実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える数量のミサイルを投射できれば、なお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとない。その意味でも、スタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは、現状では必須と思われる。このところ、主として、南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでに、ウクライナ側に西側諸国から供与された中で、最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見える。ストームシャドウは、航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでも、これまでの供与兵器の中では、最大の長距離兵器と目されている。このストームシャドウも飛翔速度は音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網は、その迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高い。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであっても、ある程度の防空網を備えたロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われる。さて、それでは、日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、12式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主であろう。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で、陸上自衛隊が配備を行っている12式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離は、およそ 200km 弱と、残念ながら長射程と言える性能ではない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離がおよそ 250km ほどとされる同ミサイルであっても、その価値に疑いの余地はないため、現行の12式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されるだろう。この12式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず、射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的には、さらに、およそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれている。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体は、ステルス性能を加味した、ほとんどオリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も、九州本土から物理的な対応を可能とするものとなる。また、オリジナルの12式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では、航空機に搭載する形式や、艦艇に搭載する形式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されている。これによって、運用は、陸海空3自衛隊の部隊のすべてをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるが、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定である。次に当初防衛用の高速滑空弾だが、こちらは、飛翔速度が音速を超過するとめされており、現時点では、まず、射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の用と位置づけられている。当初防衛用の高速滑空弾は、12式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上からは、弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、
現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろう。この島嶼防衛用の高速滑空弾も、2030年代以降を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされる。また、潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm 魚雷発射管6門から運用可能なものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるのだろう。この潜水艦に搭載する誘導弾も、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射管からのそのままの形での運用は困難とめされる。そのため、533mm 魚雷発射管での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様に、やはり、対艦・対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろう。海上自衛隊では、VLS 垂直発射管を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である 533mm 魚雷発射管を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられる。